皆さんこんこにちはははでですす今今回回も動画をごご覧いいただきありがとうございますそれでは今回は国のエネルギー関連の有識者会議などで使用された資料に中国の国営電力会社国家電網講師のロゴマークの透かしが入っていた問題で河野太郎氏に対して国会での追及が始まりましたがなんと8回答弁を避けるという怪しい行動を取りましたので今回はこちらの情報を紹介いたします。 ちなみにこの問題の概要をまだご存じない方は私のこちらの動画で紹介していますのでまずはこちらからご覧ください説明欄にリンクを貼っておきますそして動画の最後に安倍元総理の流行費の維持管理に関する寄付のお知らせがありますので安倍さんのことを思われる方は動画を最後までご覧くださいそれではまずはこちら産経新聞中国企業ロゴ問題は委員会の所管外河野太郎氏 8回繰り返し答弁避ける衆院特別委再生可能エネルギー導入に向けて規制見直しを目指す内閣府のタスクフォースで民間構成員が提出した資料に中国国営企業のロゴマークの透かしが入っていた問題をめぐり26日の衆院地域活性化子ども政策デジタル社会形成特別委員会で河野太郎デジタル省が立憲民主党の中谷和馬衆院議員の質問に対し 委員会の所管外を理由に、に自身ではなく事務方に答弁させ続ける場面がありました。後ほど実際の動画をご覧いただきますが疑念を持たれた時に真摯な対応を取るかどうかでその人の人間性がわかりますこれは国民をバカにしていますよね。世論調査で高い支持を得ている河野氏ですが河野氏を支持されている方は是非彼が疑惑を持たれた時にどのような態度をとるのかよく見ておいた方が良いと思います。 河野氏は兼務する規制改革担当省としてタスクフォースを所管するが、同特別委員会はタスクフォースが目指す規制改革は所管外となる。しかし、答えてはいけないということはありません。それは国会のやりとりでも出てきます。中谷氏は、同特別委員会が所管するデジタル行政改革の視点で、と述べた上で、一連の問題の改善策について見解を求めました。河野氏は、 所管外の委員会なら副大臣や政府参考人らが答弁するのが委員のルール。規制改革の質問は所管の委員会でお願いしたい。所管の委員会を認識せずに質問する質問者の問題などと、所管を理由に計8回答弁を避けました。中谷氏は、答弁しない姿勢はどうかと思うと河野氏の姿勢を疑問視しました。河野氏は都合が悪いから避けたというより逃げたのでしょう。 今疑惑が持たれていますから真摯に答える必要があるのに、所管外を理由に逃げたとしか思えませんよね。しかも答えない自分が悪いのではなく、所管外なのに質問する人間が悪いとまで言い切っています。本当に呆れますよね。こんな人間が総理になれば恐ろしい独裁政治をやりかねませんよね。しかし、私のこちらの動画でも紹介しましたが、国民民主党の玉木代表が河野氏に対して、 各委員会で徹底追及をしていくと宣戦布告していますので所管外ではない委員会ではどのように逃げるのかまた紹介していきたいと思います一方河野氏は同特別委員会終了後の記者会見で一連の問題についてお騒がせして申し訳ないとした上で「ロゴに有害な要素が入っていないことは確認できた」「事実関係を調べて対処方針を決めたい」と語っていました。ロゴ自体が問題ではなく ロゴが入った経緯や背景が問題なんですよね。完全に論点ずらしをしていますよね。河野氏をめぐっては、所管外などとして答弁を避けるケースが少なくない。令和5年2月の衆院予算委では、原発政策や外省時代に関わった北方四島をめぐる日露交渉などについて、所管外だとの答弁を12回繰り返しました。また、 平成30年12月の記者会見ではロシアとの平和条約締結交渉をめぐる記者の質問に対し「次の質問どうぞ」と4回連続で繰り返し応答を拒否したケースもありますつまり所管外を出す時は都合が悪い時に出しているのが過去のケースでも分かりますでは実際の国会でのひどい質疑を見てみましょうそれではどうぞ次に中谷一馬立憲、えー、民主党の中谷和馬でございます 本日はどうぞよろししくお願い申し上げます私からはまず初めにですね内閣府経済産業庁、金融庁などの会議における資料に中国の国営電力会社、国家電貌公司のロゴが入っていた問題について伺わせていただきます。 でこちらのパネル用意をさせていただきました配布、はい、資料でもあの皆さんご覧をいただいていると思いますがまさにこちらの部分ですねこれはあの金融庁と経産省があの類似をしているものでしたからあ経産省のものを代表してお持ちをさせていただきましたでその上でなんですけども河野大臣に伺ってまいります、えー、私自身はですね、えー、再生可能エネルギーの推進論者でありますでその上で、えー、エネルギーセキュリティは 国家安全保障の中核でありまして、他国から干渉されない体制を確保することは必要不可欠です。だからこそ、エネルギー基本計画などにも影響を及ぼす可能性がある重要な会議体である再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおいて、万が一にも議業生じない運営を行っていただきたいと考えております。そうしたた中2024 22年3月22日に開催されたタスクホース コースの会議資料3-2では、表紙の1枚を除くすべてのページに、国家伝聞公師のロゴが入っていました、これ、あの代表して7ページ目を、今、配布資料で皆さんにお配りをさせていただいておりますけれども、こちらはですね、どういった経緯でこのような状況になっているのか、またこれらの問題をどのように捉えて、改善を図られるお考えであるのか、特にデジタル行政改革の視点から、河野大臣のご見解をお知らせください。 河野大臣このタスクフォースは、規制改革の下で作られているタスクフォースでございまして、本委員会所管外でございますので、事務方から答弁させます。内閣府規制改革推進室次長、稲熊勝則君。お答え申し上げます。えー、先生あのご、委員ご指摘のです、ね、第30回の再エネタスクフォースの資料でスマ、スライドの全ページにロゴの記載が入ってしまったことでございますけれども、その理由につきましては、 当該ロゴの記載が一部のスライドに入っている状態の第29回再エネタスクフォースの公表資料のパワーポイントファイルをベースにして内閣事務局で資料を編集し当該ファイルに残っていたロゴの記載の情報がすべてのスライドに反映されてしまったものと考えられますこのため中国企業のテンプレートを入ったです、ね、テンプレートを意図して積極的に使ったものではないということでございます中谷君、えー、河野大臣 に伺ってます X への投稿などでも拝見をさせていただきましたがえ、チェック体制の不備でお騒がせをしたことについて、今後は対策を強化し、同じようなことが起きないように徹底していきますという発言をされていますが、えこれは何のチェック体制に不備があり、どのような対策を強化されるとしているのかえ、教えていただきたいと思いま河野改革推進室次長いやいや お答え申し上げます。えー、まあ、内閣事務局の方からですね、その中国企業のロゴが記載されました資料を作成しました、あサイネタスクコースのお小林厚生委員に確認をしたところ、まあ、自身が事業局長を務める、えー、自然エネルギー財団におきまして、2016年から19年に開催された、まあ、複数のシンポジウム等に、まあ、中国の当該企業関係者が登壇した際の資料を、もう他に引用、 機械に引用したことがありまして、えー、大林構成員が普段使っているパワーポイントのテンプレートに当該記載が残ってしまいこのテンプレートで作成したスライドを再エネタスクオースの構成員提言の参考資料を周しに使ったため 当該の,の記載が入ったとのことでございましたが、こうした企業の方が資料,に入資料に入っていたことから、当該企業と特別な関係あるかについてもしっかりチェックしなければならないと考えております。まずは事実関係の調査に全力を尽くしまして、その結果を踏まえて、まあ、再発防止等を検討してまいりたいと考えております委員長中谷君。委員長、まず質問者の,あの意向をちゃんと組んでください。あの河野大臣に指名してますので 河野大臣に今デジタル行政改革の視点で聞いてますデジタル行政改革担当大臣として伺っておりますもう一度聞きます、えー、問題発覚当初ですね えー、こちら、タスクホースのホームページ、えー、資料ダウンロード部分には、不正アクセス等による資料の改ざんがあったのではないかと問い合わせがあったため、一時的に資料を削除します、えー、経緯が反映判明次第後日改めて掲載いたしますとされていましたが、不正アクセス等による資料の改ざんがあったか否か、特にこれ、デジタル行政の視点から見解を教えてください。 厚労国務大臣。あのこのタスクフォースは規制改革のタスクフォースでございまして、この委員会は残念ながら所管外でございます。委員のルールでございますので、事務方から答弁させます。渡辺君。あのデジタル行財政改革担当大臣としては、これ行政事業プロセスにおける視点でも。 所管外を繰り返して、発言しなくても問題ないと、まあ、認識されているんですかね、大臣。河野大臣。委員の,の仕切りで、チコデジは規制改革、行政改革は所管でないということでございますので、あのそれに関する答弁については、事務方から行われることになります中谷君あの河野大臣、私たちもです、ねまあ、平時ならできる限り国会の作法にのっとって、野暮なことを聞いたりしませんよ、でもこういう急なです、ね、発生したアクシデントに対して、 国民生活に大きなな影響をを与えるる構造的な問題を含んでいる可能性がありますだからこそ河野大臣に聞いています、うん、政府・与党の皆さんあのもしかしたらこの問題あまり意識はないのかもしれないんですけども多くの国民は私はですねこれしっかり正していかなければならないと考えているもう国の一大事だと思ってるんですよだから今回河野大臣が出席される委員会で私相当丁寧に通告を出させていただいてこう答弁を求めていますよ大臣はこの問題大したこと ないと思っているから向き合わずにそんな答弁されてるんですか先から河野大臣あの当初規制改革行政改革もこの遅刻デジで所管をしたらどうかというお話があったと聞いておりますがあ委員の仕切りでそこは内閣委員会ということになったということでございますので所管外でございます中谷君あの国会の閣僚の答弁でですね えー、国務大臣の地位にあるものが、議員の会議または委員会での質疑に対する答弁書等においては、一政治家、政党の一員、えー、その他の個人の立場での見解を述べることを禁じるものではないという、えー、政府答弁があります、えー。このような国の一大事ともいえるトラブルが起こったときに、まあ、大臣が SNS など、外ではべらべらいろんな見解を述べられますけれども、国権の最高機関である国会で答弁を差し控えるのは、これは適切ではないんじゃないですか。のの大臣あの 委員会の所管は委員でお決めになっていることでございますので、われわれとしてはその所管に従うまででございます中谷大臣あの。所管外と答えた発言者とその回数を岸田内閣で調べていただきましたところ、断トツの一番が河野大臣でありました、えー、国民の代弁者として選ばれた議員からの国会質問に向き合わない姿勢が、まあ、定量的に示されることは、私は大変不明なことだと思いますが、大臣はそのようには認識はされていらっしゃらないでしょうか。 委員会の所管を認識せずに質問される質問者の問題だと思います中谷君じゃあ、トラブルが起こったときにも、それを引く委員というのはあの、委員の問題だと、要するに日法府側の問題だということでよろしいですか、今のと。委員長、河野大臣あの。所管の委員会で聞かれれば、閣僚が答弁をする。所管外の委員会で聞かれれば 副大臣、政務官、あるいは参考人が答弁をする、それが委員のルールでございます委員長谷君いやあの、答えられるんですよ、河野大臣、本当は。あのなんですけれども、あえて控えている姿勢を見ると、この問題、あんまり触れられたくない,ないのかなというふうに脱水をしてしまいます。で、その上で聞かせていただきますけれどもえ、確認ですが、この資料を配布した構成員を選定したのは誰ですか、河野大臣ですか。熊市長 推進室次長はいお答えしますあの河野大臣がああえだ、ー、規制関係担当の特命大臣の時に、えー、決まったものでございますこの構成委員には今後も続けていただく予定ですかお答え申します大臣が決定いたします中谷君大臣これは今でも適切だったと考えてますか大臣この構成委員の選挙は今でも適切でしたか大臣。先ほどから申し上げているように規制改革の質問は所管の委員会でお願いしたいと思いますはい 本当に所管外を理由に8回も質問から逃げていましたね。しかしこの立憲の中谷氏は、あらかじめ河野氏が所管外で逃げるのを予想して質問を準備していたのが驚きでした。それに比べて河野氏は逃げの一手でしたね。本当に情けない男です。安倍さんが前回の総裁選で、河野太郎だけは総理にさせてはいけない、と言っていたのがよくわかりますよね。そこでこちら。産経新聞、中国企業ロゴ入り資料作成。 自然エネルギー財団の大林美香氏が内閣府タスクフォース構成員を辞任大林美香氏は3月27日に記者会見を行って経緯の説明と構成員の辞任を発表しました資料を提出した公益財団法人自然エネルギー財団の大林美香事業局長が27日タスクフォースの民間構成員を辞任したと発表しました河野氏から更迭される前に自ら身を引きましたね大林氏らによると タスクフォースを所管する河野太郎規制改革担当省に辞任届を提出受理されたというさらにこちら産経新聞内閣府 TF 入りは河野太郎氏の推薦辞任の大林美香氏中国企業ロゴ問題で説明資料を提出した公益財団法人自然エネルギー財団の大林美香事業局長は27日の記者会見で TF に入った経緯について 河野太郎規制改革担当省の推薦だと語りましたまあ本当のことなのでしょうが何か大林美香氏は自分の身を守るために河野太郎氏を切っているようにも見えますよね左翼でよくある打ち毛のように見えます大林氏はあまりにも不注意だった多くの方々を混乱させたと陳謝また大林氏は資料にロゴが入ったのは事務的なミスだとして他国の影響下にあるとか 国のエネルギー政策を歪めているとか言ったこととは一切無縁だと釈明しました過去に財団が開いたシンポジウムに参加した国家電網側から提供された資料を引用した際のミスでロゴだけが編集ソフトのテンプレートひな型に残ったのが原因だと説明しました他国の政府や企業のデータ引用は発表には常にあることだとも語りましたまあそういうしかないでしょう しかし複数の省庁へ提出した資料のいずれにもロゴがありましたので、単なる事務ミスのようには見えませんね。さらにこちら、産経新聞、独自中国企業ロゴの透かし、国連や EU 関連機関への資料にも、国際会議で誤認招く恐れ、なんと大林美香氏の中国企業ロゴ入り資料は、日本の省庁だけではありませんでした。内閣府のタスクフォースで民間構成員が提出した資料に、 中国国営企業のロゴマークの透かしが入っていた問題でこの構成員が国連や欧州連合 EU の関連機関の会議でも中国企業のロゴ入り資料を提出し使用していたことが27日分かりました資料を作成提出したのは公益財団法人自然エネルギー財団の事業局長を務める大林美香氏2020年10月に開かれた国連アジア太平洋経済社会委員会 S カップの政策対話、21年12月に開かれた EU 経済社会評議会、ESC の会議で使用していました。これは単なる事務ミスでしょうか本当におかしいですよね。そこでこちら、小野田君参議院議員。やめて終わりではなくて、きちんと背景や影響や諸々を検証して問題点を明らかにせねばならないし、今回の件に限らず、 国の政策の方向性に影響を及ぼすところに入る有識者等のメンバーのチェック体制も見直さないといけないと思います。本当に重たい問題。さらにおのだし。なんか、つぶやくんじゃなかったな。極少数が声を上げてるだけで、他の人は沈黙してるみたいに言われるのは違和感なんですよ。問題だと認識した方々は中で動いてますし、ツイッターで言わないイコール対応してない、じゃないので。 私はたまたま Twitter やっててたまたま多くの人に見られて認識されただけなのにということで自民党を中から変える議員たちはおそらく再エネ推進派を叩く絶好の機会なので中で動いていると言われていますしかし自民党批判が強いので小野田氏に当たった人がいるのでしょうねそしてこちらこの問題で河野氏へ宣戦布告をしている国民民主党の玉木代表大林美香氏が辞めて済む話ではない なぜ辞めなければならないような人を選んだのか財団の主張する再エネ推進や反原発の主張に他国の影響はなかったのか選任した河野大臣には説明責任がある審議会等のメンバーについてもセキュリティクリアランスの導入を検討すべきだおっしゃる通り河野氏には説明責任があるので国民民主党の質問で説明責任を果たしてもらいましょうさらに玉木代表河野外務大臣時代の 気候変動に関する有識者会合のメンバー9名のうち3名が自然エネルギー財団のメンバー。しかも提言書は外務省の見解ではないと政府は答弁。正当性が問われます。こちらが当時の資料です。赤字で書いてあるのが自然エネルギー財団のメンバーです。確かに9名中3名もいますね。この選定には何があったのか河野氏は国会で追及されるでしょう。そこでこちら。経済評論家の渡辺哲也氏。 3 11で原発が停止、全国的な電力不足が発生する中で孫正義が作ったのが自然エネルギー財団元議員の島里聡を使い政界ロビーを繰り広げフィット制度を作り確実に儲かるビジネスモデルを作ったこれは民主党政権時代の話で菅直人氏が首相を交代する直前に入れ込んだ法律です政権交代後は対叙総研を中心に菅二階に入り込み を通じて、竹中や維新の政策アドバイザーの政策工房ともつながっていった自民党政権時代には菅本首相や二階元幹事長に入り込んだそうですそして政策工房の会長は高橋陽一氏ですそのあたりの詳細は不明です蔡エネギレ連河野柴山小泉事務局長であった秋元逮捕大樹総研の強制捜査三浦清逮捕後見人の二階氏引退で 追いい込ままれていますね今回の中国企業のロゴ問題もその一連の流れの一環のように見えますねなるほど河野太郎氏の後ろ盾の二階氏が引退するのは大きいでしょうねこれで河野太郎氏の政治生命が絶たれることを願っていますので新たな情報が入りましたらまた動画で紹介していきますそして最後に安倍元総理の流行費の維持管理に関する寄付のお知らせがあります安倍晋三元首相がお亡くなりになった1年後 奈良市三笠霊園に流婚碑を作られた安倍晋三元内閣総理大臣感謝と継承の会奈良が今回正式に寄付を募ることになりましたので今回はこちらの情報を紹介いたしますそれではまずはこちら安倍晋三元内閣総理大臣感謝と継承の会奈良ですこの会はこちら昨年7月6日に安倍さんの慰霊碑である流婚碑を作られた会ですそしてこちらこの会の役員一覧です 特別顧問は安倍昭恵夫人です。そして顧問には奈良県の衆参国会議員が名を連ねています。当然高市早苗議員もいらっしゃいます。会長は流婚費婚流に汗をかかれた佐藤慶三議員議員です。そして事務局は高市事務所が行っています。ということで安倍元総理のご功績やご意志を時代へと繋いでいくために作られた正式な会というのがお分かりいただけたと思います。そこで今回この感謝と継承の会が 正式に寄付を募ることになりましたのでご紹介いたします。そこでこちら、寄付をされた方に特別な記念品をお渡しするそうですのでこちらをご紹介いたします。安倍晋三元内閣総理大臣感謝と継承の会ならでは、ご寄付いただきました方々が、いつでもいつまでも安倍元首相のご功績を思い出していただけるよう記念品を作成いたしました。流婚費の継続的な維持、管理のために、 今後ともさらなる皆様のご協力をよろしくお願いいたします。そこでこちら、ご寄付のお願い。まずはご寄付について。東海の理念に賛同し、ご支援いただける皆様にご寄付をお願いしております。頂戴したご寄付は、流婚費の保全や安倍元総理のご功績やご意思を継承していくための活動に充てられます。そして記念品について。記念品は、流婚費に使用しております安倍元首相が最後に色紙に記した。 不動心のクリスタルの置物。安倍元首相のストラップの2種類になります。ちなみにこちらがストラップです。安倍さんをいつでも思い出すことが可能です。さらにこちらがクリスタルの置物です。安倍さんの流魂碑と同じもので、なんと最後に色紙に記した不動心が書かれています。これは非常に貴重なものになりますよね。サイズは思っているよりかなり大きめで重たいです。縦12センチ横15センチぐらいあります。 ぜひあなたの職場やご自宅の見えるところに飾っておくといいと思いますそこでこの記念品をいただくにはどうしたらいいのかご寄付が5万円以上の方不動心クリスタルの置物1個ストラップ1個をお送りさせていただきますご寄付が1万円以上5万円未満の方ストラップ1個をお送りさせていただきますということで不動心クリスタルの置物をいただくには5万円以上のご寄付が必要です ちなみに私はこの不動心クリスタルの置物をゲットするために寄付いたします。皆さんもぜひゲットされると良いと思います。寄付をすることで流行費が末永く設置されると思います。そして、私は昨年奈良の流行費を2度お参りしていますが、奈良までなかなか行けれない方は、寄付をすることで不動心クリスタルの置物をいただいてはいかがでしょうか。それが安倍さんの流行費や継承する人たちのためになると思います。ちなみにご寄付いただける方については、 個人の方、各種法人団体様になりますということは会社で寄付をして不動心クリスタルの置物をいただくことができるそうですこれで会社に不動心クリスタルの置物を飾って判断に迷った時は阿部さんの不動心を見つめてはいかがでしょうかそれではご寄付の流れについてまずはお申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますお申し込みフォームはこのページの一番下にボタンがあります ちなみにこのページは説明欄にリンク先を貼っておきますお手元に届いた資料をもとに寄付金を所定の口座にお振り込みくださいただしご寄付は一口1万円からの受付とさせていただいております先ほどのお申し込みフォームに住所を入れる欄がありますので申し込み後書類が郵送されてきますそこに振り込み先が書かれていますので一口1万円以上を振り込む形になりますご入金の確認後 東海よりお礼状及び領収書をお送りさせていただき、それをもってご寄付の受付とさせていただきます。つまり、振込の確認が終わった後に領収書と記念品が送られてきます。そしてご注意いただきたいこと。東海へのご寄付は銀行振込のみでの受付となります。モバイルオンライン決済などでのお受けはございません。あらかじめご了承ください。必要物や資料は郵送となっておりますので。 郵便物をお受け取りいただけるご住所をご記入ください。ご寄付は1万円からの受付となっております。恐れ入りますが、1万円未満のご寄付はお受けすることができません。あしからずご了承ください。ということで、安倍さんの流行費が存続するためにも、皆さんぜひ寄付をされてみてください。よろしくお願いいたします。説明欄にリンク先を貼っておきます。それでは。